や、まさかでしたよね。まさかの、まさかの春に、春休みのクソガキのね、クソガキどもが、春休みキッズが多すぎて、春休みキッズが多すぎて1台も打てなかったんだけど、空いてたのがゴッドだけ、ゴッド3台だけっていう。死ねって言うてんのか、俺に。あんなもん打てるか。いや、昨日5万円買ってますとかだったら1万円ぐらいゴッド売ってもよかったけど、無理だわ、あれは。あれは無理です。ということで、どうしようかな。ここに行こう。じゃあ前回の2月28日に引き続いてこちらへ行きます。移動します。その先、阪神高速予定到着時刻は10時45分。やばいな、これ。実際の交通規制に従ってやばいな、10時45分ってもう30分で45分で遅れはやばいな。渋滞があります、ゴッド打たないです。あ、ゴッドが3つ並んだバーガーです、バーガーです、ね、うん、仕方がないわ、これは仕方がない、もう二度と来ない、ここも満台やからね、満台。ベラジオは行かないです。ベラジオ寺田頂点は、あの、チャリンコの時しか行かないので、スーパーホールの帰りの時しか寄らないです。ちなみに今日天王寺ホールが、昨日天休日明けのね、周年記念かな、今日。今日だから天保がすごく暑いはずなんですけど、なぜ僕は天王寺ホールに行かないかというと、ね、ここと同じ状況を考えたからですよ。どうせ打てないんだろ、どうせ打てたところで、ね、その台がダメだったら次移動できないんだろう、じゃあ負けるじゃんっていう、一発目に座った台が当たればいいけどね、その台が外れだったらもう負け確定してしまうから、だから今日ね天保行かなかったんですよ。しかもチャリンコやからね、天保行くときはもう死んでしまうからね。他のホールでね、もしその状況であの1台打ってもう移動台がないとかだったらこうやって移動できるからいいけど、天保の場合はチャリンコだからね、天保がダメな時、天保で負けたらスパホでも負けるから、逆もまたしかりで、となってくると帰りにベラジオ寄らされるでしょ。じゃあもう3回負けるのよ、その時点で、と思って今日はね天保へわずと行かなかったんです。でハルルを初めて見に来たんだけど、あのね、春休みキッズ多すぎ、仕事バイトせえよ春休みキッズたち、春休みキッズバカなのか、春休みキッズは。おりちゃんがね、17、18の頃は、ね、死ぬ気で毎日バイトしてたわ。夕方とか休憩時間にスロット行って、ほんで、その辺の社会人のおっさんにも負けてパチンコ屋に貢いでた。今思えばその金返して。返して、その金。返して。世の中のパチンコ業界はね、今日本にあるパチンコ業、俺が育てたんだよ。俺がパチンコ業界に捨てたお金がね、今のパチンコ業界を支えて大きくした、ここまで大きくしたんだよ。わかりますか？ねえ、あなたたちわかります？ねえ。返して。ちょ、ガソリン代と高速代かかってるから、ここまで。ちょ、やばいから、マジで。大泉緑地でネタしようかな思ったけど、そんな場合じゃなくなったわ、これ。もういろいろとね、これもう、いろいろとこれもうあの計画が崩れ去ったわ、もう。どうしたらいいの？なんなの、もう。火薬の家行くよ、しまいに。パチンコスロットゼロファイター。なんじゃ、この店。うわぁ、カッソカソなんやな、この店。今日はもうみんなハルル行っちゃってるからカソカソなんやろな。まあ、昨日の店行ってもいいけどね、でも P ルーツ何にもイベントもない日に P ルーツで2連勝してるっていうのは気持ち悪いんだけど、マジで、まあそれもこれもね、僕は学会員でね、池田先生と奥様のお力なんだけど、先生奥様ありがとうございまーす。まあ、全てはね、先生と奥様のね、おかげなんだけど、全てがね、全てにおいて、全ての物事が、ああ、全て。
じゃあマジで誰か40万くれへんかな。ちょっと囲いさんいない、お金持ちの囲いさんまだいない、まだ見つからないねえ。俺いつだったらお金持ちの囲いさん見つかんのねえ。結構やってると思うよ俺、売名ねえ。結構ふわっちでも何人俺とつってる、結構いってると思うで。上はドレさん、ドレさんとつってね、その時にユイガが乱入してきてね、その場に団長くんがいて、で島次郎くん、ペイくん、エミタン、ビッグニートくん、部長山田、ニュイちゃん、すごくない俺、俺9人とつってるよ。西川先生はね、ちょっとやりとりをねしたぐらい、とつってはないけど、まあやりとりをしたぐらい。だから10人よ、すごくない？まあ、言うたらテマちゃんとね、テマちゃんも配信者といえば配信者やしね、まあドキュンも配信者なの？なんか配信しとったな、そういえば。うん。そう考えたら俺結構とつってるよ、マジで。結構売名頑張ってない？で、なんでこの閲覧なん？どういうこと？特にね、お昼間の閲覧がひどい。これ。マジで。ひどすぎない？これスカイプじゃないんだから。スカイプじゃないんだから、これ、ね。配信でしょ、これ。スカイプやってんの、俺。マジで。もっとアホなことせなあかんかもしれんけどね。この閲覧でアホなことしたところで、ね、何も目立ちませんよ、これ。まあそんなこんなよりもね、今 YouTube で NHK 動画がバズってくれてるから、うん、バズってくれてるからね。グループ通話やろこれ。マジで。グループ LINE やないねんから。ね。グループ LINE 垂れ流ししてるだけやないねんから。たまに誰でも参加できるグループ LINE みたいな。フリーグループ LINE みたいな。うん、これ需要ないのこれ。題名で釣らなあかんか。題名でつってごちゃに URL 貼ってっていうか、タヌキにもっと書いて、タヌキ。およそ300メートル先。タヌキ民が来ないわ。ガソリンめっちゃ減るねんけどこれもう。ガソリンめっちゃ無駄遣いやん今日。もうあんまま西成行っときゃよかったよ。なんなのこれもう。斜め右方向です。めっちゃガソリン持ったね。しかも高速乗ってきたんだけど、ここまで。まだ20分かかるってよ。マジで言うてる。ちょ、遠すぎるだろ、これ。火薬の家行こうかな、マジで。一岡行こうかな。今日スロットやめて一岡行こうかな。まあ、とりあえずあそこ、西成だけ見に行って。ああ、もう今日負け確やん、もう。もう今日負け確やん。とつ行く？なんか知らんけど、なんか、プッシュ食い飯してとか言うときながら、やめる電話するとかわけのわからんことで切っとっただろ、あいつ。配信。あれ、誰か来たんだろ。来年には5号機ほぼ消えるから、もうパッチはもう終わり。うん、来年、ま、長生きしよんな。もう今年潰れたらええのに、パッチは。もうね、どんどんね、規制を厳しくしていったらいいのよ。もうなんだったらね、コインの出ないスロットとかね、玉の出ないパチンコを開発してね、客が 100% 損をする勝つ見込みがゼロの台を作ったらいいのよ。およそ700メートル先、それでも行くバカがいたらもうそれでバカだ。勝てないっていうか出ないっつってんのに、揃わないパチンコ台とかね、揃わないスロット。一生揃わないの。大当たり確率ゼロ。うん。というか、そもそも、ね、左リールと中リールには7あるけど、右リールの7消したやねん。社会区、安井町を。右リール8作っといたやねん。うん。何回揃、やったーペカッター言うて押したら、778って揃うねん。ドゥルルーン言うて外れんねん、それ。その先、斜め左方向、阪神高速ドゥルルーン言うて、それ外れん。当たったー思って、やったー !778! 当たったーと思ったら、それ外れやん。ドゥルルーン言うて。
じゃあみんなやめるやろ、諦めるやろ、だって揃わないんだから。フラグ当たって揃えたら外れやろ。右方向です。およそ2キロ先、渋滞があります。信号2個ぐらい行き過ぎちゃったんだけど。およそ700メートル先、左方向です。およそ2キロ先、渋滞があります。渋滞してるとこ通らないっていいから。26号線より向こうなんかな。もうすっげー時間のロス。もうすっげー時間のロスだわ。これさ、右曲がった方が良くない？一旦26号線言ったらもう一生26号線かよ、このナビ。まあ26号線でもいいんだけどさ、別に。ああ、もうクソだわ。こんなね、暇でうろうろしてる奴らのためだけにね、こんな信号機いっぱいつけなくていいんだよ、このクソな国は。バカなのか、この国は。なんで信号止めてるんだよ、これ。早く進めろよ、バカか。もうお金返して。税金返して、マジで。去年700万税金払ったんだけど。返して。およそ300メートル先、左方向です。もう、なんでこいつらトロいんだよ。バカかよ、もう。早く行けよ。なんかハンドバッグみたいな車乗りやがって。バカか。もうまた信号変わった。もうなんなのこれ。ちょっと進んだ信号、ちょっと、バカか、この国は。もう今日8のつく日なんだけど、もう10時半なんだけど、まだ打ててないんだけど、っていうかお店にもついてないんだけど。もうハルルのせいで全てが狂ったよ。なんなんだよ、あの店。1台も打つ台なかったんだけど、っていうか出玉共有してたぞ、いきなり。なんなの、あの店。もうね、アホでしょ、マジで。公務員最強だからこの国。公務員なんて何の生産性もないことばかりを考えて、無駄遣いのことだけを考えてね、それに組んだけ受け逃げかかるんです。じゃあやるなよ、バカか、お前らは。気違いしねえよ、マジで。国会議員から全員減らしていけよ。地方議会とかもういらないだろ。そんなに人が欲しかったらね、俺を議員にせえよ。立候補してやるよ、もう。年収3000万だわ、国会議員行って、うん。まあ、僕はね、国会議員は出ませんけどね。地方議会議員とかなられへんかな。そうでしょ？これね、信号機とかこれ自動車税で払ってるからな、道路作ったりとか。それをなんかもうその辺のジジバが、ババアが、我が物顔でありとおかしいだろ。お前ら金払ってねえじゃねえから、バカか、死ねえよ、マジで。もうね、この、だから早めにね、無駄な金の持っていない、ね、ジジババアは全員ね、殺処分。
まずは殺処分で、金を持ってる年寄りもある程度年老いたら殺処分で、財産没収、生きてら殺処分されるまでに財産を使っとかないと没収、もうそうしたらいいんだよ。右方向です。ね、じゃあね、そじじばばあが持ってるお金がね、ちゃんと経済を回して、じじばばあはそのまま死んでいって、じじばばあ何も生産性ないんだから、消費もしない、下め込んで、ね、で、そいつらをね、なんか守るために、なんで税金かまた払うんだよ、バカか、この国は。子供手当て、いや、子供とか若い人にはお金全然やっていいんだけど、ね、この国バカすぎて、何でもかんでも年寄り守るんだよ。年寄りは殺処分でいいんだよ。ね。これからの若いコーラにね、からお金をね、お金を、全く回さずに、ね、教育もしないくせに、今時の若者はって、お前らが無駄遣いしてるからだろ、ジジババ。死ねよ、マジで。お前ら全員死ねよ。およそ戦争行けよ。右方向で。福島行けよ。マジで。原発の中入ってこいよ。福島第一原発行けよ、ジジババアは。ね、ジジババアを守るためにね、若い人が福島第一原発の作業をして被爆してるんで、おかしいだろ。ジジババアが行けよ。もう追い先短いジジババアがやれよ。30メートル先、右方向です。あ、まあまあ、子供はね、自分で好きで産んでるから、まあいいんだけど、ね、ジジイババアよ、ジジイババア。見て、そこ今、ジジイババア歩いてるんだけど。もうそんだけ腰曲がって、ね、こんな寒い時、どこ行くの？何すんの、それ。ね、お散歩？何の収入源もないはずなのに、この人たちはね、いいとこ住んで飯食えてるんだよ。あ、俺も嫌い。ジジイもババアもね、子供も大嫌い。もうみんな死ねばいいんだよ。今時の子供たちもね、伸び伸び育てられすぎなんだよ。なんでも物与えられすぎなんだよ。なんでこれ右折でんだよ、こんな混んでんだよ。右折混みすぎだろ、この道。どんだけ右折混んでんだよ。進めよ、ちょっと。あ、全然つかないんだけど。予定到着時刻が10時45分だったのに、今10時52分になってるんだけど。そうそう、この国アホやからね。うん。アホがアホを産んで、アホを増産してね、アホがアホな議員をね、国政やね、行政に送り込んでるもんだから、ね、アホなことしかできないから、どんどんアホになっていってんだよ。ほんまもんなアホでしょ。官僚もアホだからね、あれ言うとくけど。なんの生産性もないね。予算消化することしか考えれないね、クソども。ほんとクソだわ。死ねばいいのよ、マジで。まあね、それは30年ぐらい前からね、横山ノックとかね、あの辺が政治家になれる時代から、もうこの国はおかしかったんだよ。まもなく右方向です。人気投票ですよ、ね、お笑い芸人がね、人気投票でね、知事やったりね、地方議会議員やったり、なんだったら国会議員やったりしてね、何を変えれるの。いや、だって政治どころか社会をそもそも知らない奴らが社会を作り上げるって、どういう意味、バカなの。かといって、ね、いい大学のね、社会学科出たからといって、ね、何の経験もない奴らが、ね、自分勝手な妄想で、ね、こうすりゃいいじゃんみたいなね、しょうもないルールばっかり作ったから、この国こんなクソなんだわ。死ねよ、マジで。国会議員やるには、ね、まず、ね、社会経験を最低でも5年、10年ね、経験積んでからじゃないと、国会議員にならないようにすりゃいいんだよ。何が二世議員だよ。バカか、本当に。いないでしょ。帰れないからね。変わらないか。帰る気ないから。うん、定数削減なんかしないから。うん、国会議員は少なくします。ね。国会議員の給料下げます。とか言いながら、自分が政権取ったり、自分が、ね、当選したら、そんなこと言いました？とかね、うん。いや、下げようと思ってんだけど、みんな反対するんだよ。とかね。わけのわからんことばっかり言って。死ねよ、マジで。クソだわ、こんな国。クソ。
ソだわ。マジクソだわ。予定到着時刻が10時55分になったんだけど、どんどん遅れていくんだけど、信号早く変われよ。早く右折しろよ、お前らマジで。なんでここの信号右折こんな混んでんだよ。バカかよ。死ねよ、マジで。もう疲れたよ。原油ロングしてるのになんで人がロングしたらガンガン下がるんだよ。もう疲れたよ。せっかく昨日1万円を1万1000円にしといたのに、なんで今7000円なんだよ。もう疲れたよ。まあ僕はタクシーの運転手あんま乗らない、タクシーあんま乗らないから分かんないけど、だからね、あの世の中のジジイババアのね、あの無能すぎるジジイババアが多すぎ、うん、で勝手に年食ったらなんかもうある程度50、60になってきたら、ここまで生きてきたからって急に偉そうになるジジイババアはね、みんな死ね、全員死ね、殺処分にしろ。年金払う前に殺処分にしたらね、そいつらに払う年金がね、余るからね、なら、それをね、次の世代のね、負担を軽減するために使えるんだよ。投げてお金置いてる、すごいな。あいつはバカだからね。バカだから。臭い匂いさせながらね、毎朝パチンコ並んでね、パチンコしてんのやつら、どっから金湧いてくるのか知らんけど、なんの生産性もないのに、ね、ちょっと一つだけここで暴露していい？一つだけここで、この中で暴露していい？今朝さ、オーストラリアの税関からメール来てたんだよ。ちょうど1ヶ月でしょ？逮捕されてちょうど1ヶ月だから、オーストラリアの税関からメール来てたんだけど、スマホとパソコン返してやるから取りに来い。取りに行けるか、アホか、お前。着払いで送ってってメール送ったったわ。住所、名前書いて。取りに来ていいよ、返すから。なお30日以内に請求がなかった場合はね、殺処分にしますって書いてあるんだよ。勝手に処分しないで、人のパソコンとスマホ。怖くない？オーストラリアの税関。やばくない？勝手にね、勝手にだよ。左方向です。なんなのこのでかいトラック、そこへ曲がるの、お前。税関にスマホを取りに行く配信できないです。5キロ以上道なりです。やっと車進んだよ。やっと道進んだんだけど、ここのセブンイレブンなんだか見覚えがとてもあるなと思ったら、一日だけ来た、スポットバイトのね、零細企業、なんか小さなわけのわからん工場がすぐそこにあって、お昼ここで買ったんだけど。スポットバイトで何したかって言ったら、一日中、髭剃りの取扱説明書を折るだけの仕事。すごくない？朝の9時半10時から夕方の4時まで一日中立ちっぱなしで、ずっと電気ひげ剃りの取扱説明書を折るだけの仕事。時給920円ぐらい。一日行ったんだけど、すぐそこ。びっくりしたよ。そんな仕事あるんだなと思って。この平成のご時世に。すごくない？はい、この紙をこうして、こうやって、こうやって、折ってくださいね、って言われただけで、ポーン、ほったらかしされて、それが正しいのかどうかもわからんまま、一日中ずーっと折ってた。その一日でやめたけど。っていうか、スポットバイトだから、もうその後、申し込まなかったけど。怖くない？一日ずーっと紙折ってるだけの仕事があるのよ、世の中に。
俺そんな仕事存在すると思えへんかった。びっくりした。この平成のご時世に。せめてさ、その先の袋に詰めるとかね、なんかあるのかなと。折るだけよ。折って並べとくだけの仕事で、その並べた紙って、まだやっぱり、なんていうの、形状記憶じゃないけど、元戻ろうとするから開いていくのね。うん。わっさーなっとった、最後終わったら。え、これ、俺折ったけど何の意味もなかったんちゃうのみたいな。そんな仕事存在するのな。で、あれ、日給で5000円ぐらいもらったと思うけど、俺5000個も折ってないんだけど。ってことは、1個あたり、ね、1円、2円、下手したら5円、10円かかってんのよ、経費が。ヒゲ剃りの取説の紙にね、経費が、ね、紙というものと、インク代と、印刷代と、ね、それ以外に、ね、俺が折る手間が、1枚あたりね、10円、20円かかってるのよ。おかしくない？そこ金かけるところみたいな。あれは引いたわ、マジで。あの金の使い方は引いたわ。うん、こんなことをバイトにさせるぐらいだったら、その分、商品代安くしたらみたいな。うん、俺ちゃんそう思うんだ。うん、いや、バイトさせていただいて助かったんだけど、ね。一日だけスポットバイトで行って、まあ、社会勉強にも楽しかったというか、まあ、ためになったというか、なんか、まあ、そんなもあるのっていうね、経験にはなったけど、企業的にはさ、無駄だろ、それ。ヘイション！ね。企業的には、そのね、商品代金に上乗せされる、その、ね、手で折った取扱い説明書に、ね、1枚あたり10円20円かかってるっていうその経費一番無駄だろ。日本ってバカなのか、バカしかいないのか、日本って。そういう無駄意識はそういうとこないのな。リユース、リデュース、リサイクルとかわけのわからんこと言っとった割にはね、そういうところの無駄だなっていう、そういう発想ないな、なこの国バカだろ。もう10時45分回ってんだけど、到着予想がね、もうすでに10時56分になってます。どんどん遅れて、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮、バーガーだっす！南妙法蓮華経、南妙法蓮、今日8度つく日なのにさ、こんな天気いいのにさ、まだスロット打ててないんだけど。もう逆の発想で言えば、まだ負けてないんだけど。逆転の発想からすれば、8のつくね、日に、ね、まだ負けてないんだけど。偽善者が多い日本。ね、偽善者、うん。偽善者、あ、なんかもう人、なんか外面だけいいけど、でも、やっぱ基本的には、ね、アホが多いね、この国。アホなんだよ。死ねばいいんだよ。死ねよ、みんな。全員死ねよ、マジで。もうまだ着かないんだけど。まだ3キロも先なんだけど。まだ到着10分かかるんだけど、今、住之江公園ってここどこだよ。もう今日ガソリンと、あ、今日すでに200円負けてるわ。